こんにちは。いや、足脱ぎ50カウントお願いします。こんにちは、こんにちは。なんか本当さ、夢の国のさ、 夢の国デートみたいなのしたかったんだけどさ、確かなんか48グループが夢の国ダメだから諦めた。じゅんじゅんさん初見です、ありがとうございます。よかったらフォローしてってください。イベント中なのでぜひぜひ。カチューシャつけたかったけどダメかなと思ってやめました。大きいさ、クマちゃんのぬいぐるみウサギと変えようかなって思ったけどやめた。ちょっとギャルっぽくした。アイラインは変えました。メイクもソースタンタコありがとう。髪の毛切りました。似合わなかったギャルミ、ギャルミちゃん、 DDT さん、タコありがとうございます。ギャルミ、髪短いの似合わない、早く伸びてほしい。ギャルミポイントは腕にゴム巻いてるとこ。でも制服はよくこうやってやってた、くしゃくしゃってやってた。いや本当はさ、なんだっけ、これつけたかったの耳に。餃子のポーチさん、だるま、チキン野郎さん、タコありがとう。これつきたかったんだけど、つけ方わかんないのね。なんか買ったはいいもの、なんかイヤーカフ、キャフ、カフみたいな、イヤーキャフ帽子か。もう耳赤くなっちゃったのがつけれないの。これでいいの、なんか落ちちゃうくないとか思って、つけ方わかんないんだけど、こんめちゃめちゃ緩いの、落ちてくるし見えない、しかもこれ合ってんの付け方。付け替えめっちゃずり落ちてくるな、隠れちゃうし。どこにつけてんの、でもね、お店のねやつここにつけてたの。ほんとそう、わかんないわ、流行りって、流行ってんのか知らんけど。ギャルのポーチさん、ハートありがとう。なんかギャルってなんかリングつけたがりだから、つけたつけたがりだからつけた。とりあえずつけるスタイル。かすみそうさん、だるまありがとうございます。もうさ、中のさ髪色がさ一体化してきちゃったから、ちょっとギャル感ない。テロップ出てなかった。
ね。見えるのこれ、すごくない、これつけてギャルっぽくない、ギャルって感じ。でもギャルってこんな顔薄くないけど、インナーはもう黒くしてんのに戻ってくるから嫌なの。本当はもう消したいんだけど戻ってきちゃう。テロップはね、あれだよ、コピペしてある。これはチョーカーです。ハリーさんかわいい、ありがとう。これはまじ小学生とかに買ったリボン。物持ち良すぎでしょ、小学生に買った近所のお店で。ギャルなんで、超ウケるんですけど超ウケるんですけど、髪の毛巻く時間がなかったんだよね。巻きたかった。超かわいいね、超かわいい。ウケるはさ、もう使っちゃうの、なんかウケるってすぐ使っちゃう。ウケるは日常茶飯事。カウント星の光ありがとう。でもこれはよくやってた、これは高校生の時からやってた、ゴムと巻くっていうの。スクバは背負ったことないな。弁当箱は 横に向いちゃうから、スクバ背負わなかったそれだけシーサーさん、だるまありがとう。これからお願いします、ありがとう。ジワルデイズ、やっぱ永遠のラスト JK って名乗っていいと思う、思いますか。ボタンと2つ外したら見えるよ見えるけどいい、2個外してるよこれ。バンされるんだが、こんにちは。お弁当は大切ですね、もうお弁当傾いちゃうから六度一さんいいね、ありがとう。ふうくん、だるまありがとう。バンされたら知らないからね、まだいけるもん。だってこれで学校行ってさ、一回やりたい、なんか登校時間に、登校時間に高校生の高校の時の制服着て、高校メイクバッチリして高校に行って、行ったら校門に立ってる先生になんて言われるか、やりたい、めっちゃやりたいんだけど最悪だねめっちゃやってみたい、絶対やらんけど。こんにちは熱帯雨林さん、だるまありがとう。 YouTube の企画やってみたい、全部絶対止められると思う。帰れ、髪の毛染めてるからな。どうなんだ、やってみたいけどさ、なんかかわいい、なんかあれだよね、会えた時がなんか学生、なんか卒業生だけど、なんかその学校、そこに通ってる学校の生徒だったけど今は学生じゃないから、なんかどういう罰が下るんだろうって感じ、怖い、めっちゃ怒られそう。餃子のポーチさんハート、パチジャンさんだるまありがとう。教授さんかわいい、ありがとうございます。カイトさん、だるま、ありがとう。ハリーさん、ハート、ありがとうございます。でもさ、あれだよね。どうやってさ、言ってんだろう。自分さ、母校にさ、行こうみたいな、やったことないから分かんない。
でも友達の情報によるとですね、あれです、自分が担任だった先生はまだ学校にいるので、やばい。いや、あと5分だよ。早すぎないかい。制服着てったらマジでやばいよね。しかもさ、それがさ、登校時間のさ、朝だったらマジでやばい。マジ怒られそう。ケツ牛さんだろ、ありがとう。似合う、ありがとうございます、ともふみろさん。でも最初は信じてもらえなさそうじゃない？そんな制服着て学校行ったら、卒業生ですって言っても。マジで卒業して学校行ったことない。ゆうなのしろくまさん、ハートありがとうございます。なんかゆ、あ、20分だからもう順位を読みたいと思います。では13位が玉木さん、あれだ、振り仮名振ってくださったありがとうございます、玉木さん。12位がレビーズチームLH さん、ありがとうございます。11位がタナさん、ありがとうございます。10位がパチジャンさん、ありがとうございます。9位がゆでチーズさん、ありがとうございます。8位がおうすけさん、ありがとうございます。7位がさっちゃん、ありがとうございます。6位があたいがふうさん、ありがとうございます。5位がカイトさん、ありがとうございます。4位が六度一さん、ありがとうございます。3位が教授さん、ありがとうございます。2位がヨーダさん、ありがとうございます。1位がかすみそうさんです、ありがとうございます。卒業してからここ行ってくる、やっぱ私服で行くもんですよね。あと2分だ、ありがとうございます。このなんだろう、お昼おやつの時間配信ありがとうございました。俊介さん可愛い、ありがとうございます。JK です、ラスト10K18歳だから、いや17歳か、あれ今何歳、自分19歳か、あれ19歳、分かんなくなっちゃった。初めて男女おめでとう。六度一さん可愛い、ありがとうございます。次は18時からでございます。今日も元気、おやすみなさい。おやすみなさい。カラオケの瀬取りはどっか行っちゃった、紙に書いたけど、なんかもうさ、いろんな紙に書きすぎてどこに書いたか分かんない。だるまありがとうございます、大しけくん。ではまた来てください、18時から。ギャルミザワ何ザワって、あと20秒ぐらい。お星様、お星様集めといてください、ありがとうございました。ステボッシュは15分です、17時、ありがとうございました。また来てね、18時から。ありがとう、星様とカウントもギフトもありがとうございます。バイバイ。